はい、私は令和新選組の山本代表にお尋ねいたします。政治制度をお尋ねします。まあ、令和新選組さんはですね、基本的にいわゆる経済的に苦しい方から、方のために奨学金をチャラにするとか、消費税 0% に引き下げるとか、一方で、最低賃金を1500円以上に引き上げると、このような公約を掲げてですね、生活にお困りの方から、広く寄付を集めてらっしゃると思うんですけども、実際には2年前からその公約を掲げて奨学金がゼロになった、あるいは減額されたとしたら誰一人いないと思うんですね。で、これちょっと本当言い方悪いんですけども、ちょっと詐欺的な貧困ビジネスではないか、できもしない公約で、そういった方からお金を集めるっていうのはね、山本代表常日頃おっしゃっているのは、国債を発行すればいいんじゃないかっていうことをおっしゃっているので、党としても別に寄付を集めるのではなく、そういった方々からもお返しする前提で借金をすればいいんじゃないかなと思っているんですけども、この辺のことについて山本さんの見解をお伺いします。山本さん、どうぞ。ありがとうございます。今の選挙システム、この政治のシステムを考えれば必ずお金が必要になります。1人立候補させるのに600万円、最低限の選挙をやろうと思っても1人1500万円から2000万円かかると思います。もちろん立ててるだけという程度の選挙運動ならばここまではお金はかかりませんけれども、そこを補完していくのが、おそらく、大きな政党であるならば大企業、特に経団連などがバックをつきながら政策を買われるような形で企業献金などを次々に受け、そして組織票でバックアップされているという現状だと思います。私たちは市民の手で作られた市民政党です。このような既存の制度を乗り越えていくためには、まずみんなの力を合わせていくしかないということです。そしてお言葉もいただきました、私たちが訴えている消費税は下がっていないし、奨学金もチャラにできていないと。当然です。まだ私たちには大きな権力を手に入れているわけではございません。N 党さんも NHK ぶっ壊せたわけじゃないですよね。スクランブル放送スタートしたわけじゃないですよね。たとえ少数派であったとしても、私たちの世界観を共有していく方々と手をつなぎながら、この歪んだ社会を変えていきたい、その一心です。橘さん、簡潔にお願いします。はい、私どもは NHK の受信料の収入が年間220億円に下がっております。NHK に裁判された方の裁判無料でお手伝いをさせていただいております。できもしない公約を掲げているわけではなく、 NHK スクランブル放送というのは目標であって、もうすでに多くの方に私どもの活動を喜んでいただいております。また選挙に多額のお金がかかるというのは、今はインターネット時代ですから、ネットを使えば無料でできます。政党助成金、私どもも令和さんも年間1億6000万円もらっています。十分これで選挙ができると思っています。国会議事堂前より NHK をぶっ壊す。